ドクター林の健康ゲラゲラクリニック、今日は歌手の熊谷ひろみさんをゲストにお迎えしてお送りしております。熊谷二郎直実公の末裔、そして元性看護師さん、はい、元って言ったってあれですね。看護師さんっていいなと思うのは、はいね、例えば今ちょっと暇だなと思ってちょっと検診にアルバイト行ってくるとかできるわけじゃないですか、ね、まあそうですね。でもドキドキしますね、ブランクがあると。まあ、そうです、まあ、そうでしょうけど、はい、そういう意味じゃとってもいい仕事だなと思いますよね。そうですね、免許は消えないので、ね、消えないですからね、はい、だからね、元なんて言わない、やっぱりその性今も性看護師さんであると、まあ、いうことですよね、それでまあ歌手、まあ、まあもちろん歌手のお仕事で、まあ、一番忙しいわけですけれども、はい、あれですか、その、まあ、大変その喉にも気を使って、はい、毎日ボイストレーニングも発声練習からやって、はい、まあ、きちっとした生活を過ごされてる。お酒とかタバコは絶対やらないわけですね。20代の頃にお酒とか飲んでみたかったんですけど、どうも体質で合わないみたいで、そういうことですね、はい、タバコもお酒もダメですね。あ、それは帰ってよかったですよね。はい、で好きなものがそのレモンティーを飲みながら好きな曲を聴く、レモンティーみたいなレモンティーにちょっと蜂蜜を入れたりするといいとね、はい、いうことですね。もう至福の時間ですね。もう大好きな音楽を聴きながら日向ぼっこしながらあの美味しい紅茶を入れて飲んでる時が一番幸せです。はい、好きな言葉は夢と希望、はい、継続は力ね、これは確かそうですね、はい、継続は力なり、もうとにかくコツ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 同じことを繰り返すことですよ。そうですね、それが一番だと思います私も、はい、ね、それで、まあ、これから歌手として、まあ、いろんな活動されていくわけで、はい、新しい曲が今度できると、はい、できたと、はい、今度発売ですか。そうです、もうレコーディングも無事済みまして、6月6日に発売される歌ってのはどういう歌なんですかね。はい、はい、タイトルが人生勝負、人生勝負と言います。ああ、はい、これはもう人生の応援歌になりますね。特に私2番の歌詞がすごく気に入っていて、持ちつ持たれつ世の中は一期一会の繰り返し、一人じゃ勝てぬ人生勝負、まあ、歌い手に限らずどんな方でもそうだと思うんですけど、一人ではやっぱり人間って生きていけないと思うんですね。やっぱりいろんな方に助けてもらったり応援していただいたり支えてもらったりしながら生きてるんだなってつくづく思うので、もう本当に2番の歌詞は大好きですね。これ作詞、はい、作詞されたのはどなたなんですか。はい、やっぱり木下龍太郎先生が、もうだいぶ前に、はい、作られた作品を今回いただきました。あ、はい、作曲は宮下健二先生です。大体 いつも同じような方でやってらっしゃるんですか。そうですね、はい、いつもお世話になって、あ、はい、これやっぱりあれですか、その企画をもらったりすると、はい、しっかり詞を読んで、はい、そのあれをあの理解して、そうですね、で自分なりにまた、はい、そのイメージを膨らませていって、はい、歌っていくということなんですかね。そうですね、この曲をこういう人が歌ったらどうなるだろうとか、で日頃は美空ひばりさんだったらどう歌うかなとか、じゃあ宮古晴美さんだったらどう歌うんだろう、じゃあ私はどう歌ったらいいんだろうとか、ね、はい、大先輩方のその歌い方をちょっと勉強しながら。なるほどね、はい、ご自分好きな歌手の方って、例えばどういう方、下世話の話ですけど、どんな人のファンだとか、ね、はい、どんなあるんですか。演歌ではやっぱり大月みやこ先輩ですとか、あと五代さん、水森かおりさん、はい、会いた方たちをとても尊敬しています。あと天童さん、新野美香さん、コンサートに何度行っても面白いですね。もう終わった直後にまた行きたいって思います。はい、そうですか、はい、男の人は。男性はやっぱり五木ひろしさん、いつもこう歌われているのを拝見させていただくと、ええ、こうあれ今日どうしちゃったんだろうって思うことが本当にない方なので、ええ、あ、なるほどね、勉強になりますね。あと北島三郎先生とか、はい、もうだんだんこう演歌がだけどテレビであんまり、ね、はい、やらなくなってきてるし、まあ、BS なんかでは見ますけどね、はい、あんまり寂しいですね。私も演歌好きなんですけどね、やっぱり本当に見なくなってくるし、はい、若い人たちみんな演歌なんか歌わないじゃないですか。そうです ねほとんどまあ、ロックだとかいう曲ばっかり歌ってるし、はい、まあ、例えばじゃあカラオケ行ったって、はい、我々とてもそんな歌歌えないしから、やっぱりどうしても演歌歌いたいわけですよ。あ、と演歌歌いたいんだけど、はい、若い人たちがいると歌いにくいし、あ、そういう非常にねジレンマがあるわけですよ。で演歌をとにかく演歌ルネッサンスを、はい、やろうと、はい、そういうことを今考えてはいるんですけれどね、うん、どうなんですかね、演歌を実際歌ってる歌手の人たちは、はい、なんかそういうとこに、なんかこうしなきゃいけないとか、なんかそういう気持ちを持ちながらやってるんですかね。どう
でしょうね。あんまりそうでもないですか。うん、自分の歌を歌うだけで一生懸命って感じですかね。お仕事ではやっぱりどうしても演歌が主になってしまいますけど、カラオケボックスに行ったりすると結構松田聖子さんとか、そうですね、ザードさん、今ちょっと亡くなってしまいましたけど、ザードさんとか、そういう歌もちょっと遊びで歌ったりもするので。あ、そうですか。はい、じゃあ例えば演歌が、はい、まあちょっとその、まあ、下火ってあれですけども、はい、そういう時になっても、はい、あんまりこう、寂しいなとか、なんかあんまりそういう気持ちもないですか。そうですね、まあね、生活がかかっているので深刻に考えることはありますけれども、まあでもこうして続けていられる、維持できるだけ幸せというか感謝しなくちゃいけないかなって、結構こういろいろ情報を聞いてますと、もう実家に返されてしまったりとか、結構知名度のある先輩とか、もう実家に返されたんだってとか聞くと、あ、そうなんだと思いながら、あ、私はまだ続けていられるだけありがたいのかななんて、お仕事いただけるだけありがたいのかななんて思いますけどね。なるほどね。はい、でも本当テレビで見なくなりましたよね。そうですね、もう歌番組そのものが昔と違って少ないですし、またその演歌の歌い手さんっていうのもたくさんいらっしゃいますよね。今は本当にたくさんいらっしゃるので、結構まあ競争の意味でもすごく大変なのかなって思います。そうですね、やっぱりこの詩をね、はい、やっぱりしっかり、普通の今の若い人たちの歌ってる歌って、まあ、詩もよく聞き取れないし、我々聞いてると、あ、テンポが早いと何を言ってるんだろうと思う時、はい、でその点こう演歌っていうのはやっぱり詩をきちっと読んで、詩が分かって、はい、その詩に詰まされて自分の歌が好きになるとか、はい、いうことがあるわけで、まあ曲、はい、ね、そういう意味ではやっぱりもうなんか本当に本当に 歌だなという感じがしてるわけですけどね、我々は。本当、ね、言葉一言一言を大切に歌わないと、そう思いますよね。演歌ってやっぱり聞いてて面白くないので、その辺がすごく難しいジャンルのものですよね。と思いますよね、はい、ちょっと残念なんですけどね。まあでもちょっとその熊谷ひろみさん、ちょっとまた6月6日に発売される、はい、その人生勝負ですか、はい、その歌で頑張っていただいて、頑張ります。演歌のもう、それこそ演歌はもう夢をもう一度ですよ、これね、はい、みんなで盛り上げていきたいなというふうに思いますね、はい、じゃあ聞いていただきましょうかね、はい、今度6月6日発売の熊谷ひろみさん、人生勝負です。ソルカの大一番は引き分けなしの人生勝負。情けはまた戻る、決してならない賭け捨てに、持ちつ持たれつ世の中は一の「ソルカの大一番は一人じゃ
勝手に人生に勝負。今日の苦労は後で聞く、明日に輝く磨き絆、今は茨の細い道も先は乗るかの大一番は最後に決まる人生に勝負。6月6日発売の熊谷ひろみさんの人生勝負という曲でした。これあれですか、今はい、新曲が出たりすると、はい、昔はあれですよね、そのレコード店回ったり、はい、キャンペーンでずっとこうあちこち回ってやって、はい、宣伝してったわけですが、今はどういう形であれですか、新曲キャンペーンでやるんですか。そうですね、やっぱり店頭キャンペーンお世話になったりとか、あとはもうラジオ局さんにお世話になって、こういつもかけていただいたりとか、はい、そうですね、いろんな形で、あと優先でリクエストしたりなんかされるんですか。優先リクエストも、はい、私自身もたまにしますし、皆さんにもしていただいてます。はい、へー、あ、やっぱ優先はまだあるんですね。そうですね、優先リクエスト発売前なんですけど、早くも60番台にランクインさせていただきました。 ありがとうございます。発売前にね、はい、カンブリさんとかペギー葉山さんとか大月みやこさんのお名前が並ぶ中、はい、お仲間に入れさせていただいてます。ありがとうございます。で、あとはそのキャンペーンというのは要するに地方を回ったりすることがあるんですか。そうですね、時々、昨年も北海道、秋田、鳥取、広島、なぜか韓国のチェジュ島とか、はい、先日は宮古島にも行かせていただいたり、はい、結構あちこち行かせていただいてます。はい、カラオケにも入るんですか、これ。そうですね、もう発売と同時にずっと入れさせていただいて、カップリングの方も毎回遅れて入っておりますので、皆さん楽しく歌ってくださってます。はい、今水とか、はい、それからそのみんな入ってるわけですね。全部入ってますね。そうですか、はい、そうですか。じゃあもうその人生勝負に、まあ、かけていらっしゃるんでしょうけれども、はい、これからずっとまたあちこちに出かけてキャンペーンしたり、はい、必死にリクエストしたり、はい、ね、そうですね、ということですね。まだ日程決まってないんですけど、浅草養老堂さんとかお世話になりますので、ぜひ皆さん、その店、お店の前で歌うってこと。お店の中にレコード店の2階の方に、客席がどのくらいかな、50人ぐらい入られるんでしょうか。はい、そういうところがあるんです、舞台があって。あ、そうなんですか。そこで歌わせていただいてます。本当ですか。はい、まあ、じゃあ結構忙しいですね、とにかく歌手の仕事として。歌手の仕事ってことです。そうですね、歌手としても非常に忙しいですね。新曲が出ると半年ぐらいは結構 目が回る思いで動いてますね。あ、そんなですか。はい、それと舞台とか、はい、そういうのは今後どういう予定か何かありますか。あ、はい、ですね、まず6月4日、6月4日は月曜日ですね、はい、赤羽会館、はいはい、東京の赤羽会館、6月4日赤羽会館、はい、午後3時ごろ、ゲスト出演させていただきます。はいはい、あとはそうですね、地元のテレビ埼玉さん、毎週金曜日朝8時から新曲のプロモーションビデオがもうすでに流れています。はい、あとは私も一応ホームページを、はい、立ち上げさせていただいてますので、熊谷ひろみで検索していただけると、スケジュールとかミニ日記とかいろいろと
出てくると思います。はい、そう、とりあえずは6月4日のその半ばに行けば生熊谷ひろみを見れるわけですね。はい、そうですね、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。そうですよね、はい、ぜひ本当に応援していただいて、はい、私もとにかく本当これから演歌の復活を復興をね、はい、もう本当に祈るものですし、そうですね、頑張っていただきたいと思いますからね、はい、皆様にも協力していただきたいと思ってます。はい、この今後のあれですか、例えばこれからどういうことをしていきたい、どういう仕事をしていきたいとか、はい、ふうに考えてます。そうですね、なんか今までと違ったこんなことやってみたいなということありますか。まあ、事務所の社長さんはあんまり進めたくないような感じなんですけど、ええ、私は結構こう短いスカートを履いて登場してみたりとか、高田久美さんのキューティーハニーとか、ピンクレディーさんとか、そういう歌もちょっとディナーショーとかコンサートでなんかこう構成の中に入れられたら面白いかなとか。一回ですね、あの浅草育ちという作品の新曲発表会を大宮市民会館でさせていただいたことがあって、はい、オープニングを山本リンダさんのどうにも止まらない、はい、振り袖でやったんです、はい、その時お客さんにすごいなんかこういいぞいいぞみたいな感じで、はい、あのいただいたので、なんかそういうちょっと変わったこともやってみたいななんて思ってますね。ファン、はい、ファンクラブあるんでしょ。はい、あります。お客さんあれですか、あのやっぱり大体年齢層界とどのくらいの方が一番多いですか。そうですね、やっぱり演歌が主なので、うん、若くても50代から上は80代、90歳近く、やっぱりそういう年齢層を対象にした、はい、なってくるわけですね。そうですね、はい、やっぱりそうすると昭和の夢はもう一度とか、まあ、そんな感じになりますよね、うん、はい、なるほどね。そうすると、まあこれからもっともっとみんな年取ってくるわけですからね、はい、まあ、50、60から90とか、まあ、みんな年寄りを対象にして、まあ、なんていうかその老人ホームだとか、はい、まあ、そういうところで歌ったりする、はい、ありますこともあるんですか。今もあるんですか。ありますね、あの依頼があれば、もうあの依頼というかこう歌わせていただけるのであれば、う、はい、もうどこにでも行かせていただいて。で、私以前老人ホームに少し勤務していたことも実はあって、はい、で久しぶりにデビューさせていただいてから久しぶりにその老人ホームさんに行って歌わせていただいたら、後ろの方でおいおい泣きながらおじいちゃんが待ってたよって手を振って、なんか歌手になったって変な噂が流れてるよなんて言われまして、いや、なったんですよって、はい、お話ししたりとか、はい、もうでもお年寄りは優しいです ね、 ですね、涙もろいし、はい、この前ね、あの老人ホームの職員、はい、看護師さん募集だ、老人ホームの看護師さん募集で、はい、あの歌が上手い人とかね、はい、そういうのが出てましたね。あ、そうですか。そう、歌が上手い看護師さんってこれから必要なんですよ。へ、だから看護師さんも一生懸命歌練習した方がいいと思いますよね。そう、出てましたね。へ、そうなんだ、やっぱね、そういうとこ行くとやっぱり本当に喜ばれるし、まあ、あのやってよかったなというふうに思うでしょうね。そうです ね、 やっぱり喜んでいただけるのが一番こちらも嬉しいです ね、まあ、その確かに、の何ですか、優先の、ね、はい、ランキング上位になるのももちろん嬉しいことだけども、なんだかそういうふうにお客さんから本当に喜んでるなと実感するというのは ね、はい、まあ、歌手冥利に尽きるところがありますよね、はいはい、本当にまだまだ頑張っていただきたいと思いますけどね、はい、じゃあ最後にもう一曲、はい、熊谷ひろみさんの歌を聴いていただきたいと思いますね、はい、今度はさあどういう曲でしょうか。はい、新曲の人生勝負のカップリング曲になります、はい、作曲は宮下健二先生、作詞が中谷純平先生なんですが、はい、あの宮下先生がお母様をたった一人京都に残してこちらに出てきてるっていうことで、はい、この歌をギターで弾きながら歌ってると涙出てくるんだよっておっしゃってました。だから私も大事に歌わなきゃいけないなって思ってます、はい、母一人という作品です。さ、じゃあそれでは聴いていただきましょうね、母一人。Thank you.
これも6月6日に発売される人生勝負のカップリング曲、母一人という曲を聴いていただきました。いや本当なんかずっと4曲聴かせていただきましたけどね、はい、とにかくさらっとこう歌う、声も張り上げることなく、はい、非常にこう軽やかに歌っている、こういうのがとってもいいですよね。ありがとうございます。私もファンになっちゃいましたから。ありがとうございます。人生勝負も早速買いますからね、はい、6月6日ですね、はい、ぜひ歌ってください。本当にその赤羽はちょっといかないかもしれないけど、はい、本当にね、これからも一生懸命応援していきたいと思ってますし、はい、ぜひね、本当にその、
看護師というのがそのどう生かせるかそれも分かりませんけどね、はい、やっぱりそういう人たちが歌を歌って、はい、やっぱりそのやっぱ人にお客さんたちに与える印象ってやっぱり違うと思うんですよね。ただ普通の歌手というよりも、ね、やっぱり看護師というのは、まあ、こちらからしてみれば、はい、やってらっしゃる方本人はあんまりそんなことを言わなくてもいいなと思ってるかもしれませんけどね、はい、実際やっぱりあのお客さんに与える印象ってだいぶ違うと思いますから、はい、やっぱりそういうのも大いに活用していただきながらね、はい、あの頑張っていただきたいというふうに思ってます、はいはい、またもしかしたら老人ホームで私が入ってて歌に来ていただくかもしれません、ね、楽しみしてますが それはね、今日は歌手の熊谷ひろみさんをゲストにお迎えしてお話を伺いました、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました、ね、頑張ってくださいね。はい、まあ、本当にもう5月も終わりになりましてね、もう 来月はもう来月次回も6月ですからね、早いですよね。もう、とにかくね、先ほど言いましたようにもうまだまだ暑くなったり寒くなったりでね、風邪ひく人多いですけどね、私も喉をこの前からやられてもう3週間ぐらいになりますけどね、もう咳が出て止まらないこともありますよ。でも今日いいこと聞きましたからね、喉がごしだったら蜂蜜だそうですからね、ぜひもう皆さんも一緒に蜂蜜を舐めて、健康でいきたいと思いますね。じゃあ来月は来週、まあ、来週ですね、来月は、もういい声を変えてお話をさせていただきたいと思ってます。来週まで皆様どうぞ大いに笑って健康でお過ごしいただきたいと思います。どうもありがとうございました。熊谷さんどうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん今日はこれで終わりです。さよなら。さよなら。光が差し込めば違った場所になるよ。